はいさい、今回は那覇市にある末吉公園に来ていますね。アラマンダがいっぱい咲いているんですが、実はね今の時間、午前5時、半は行ってないか、多分5時15分くらいなのかな。それでね、なぜまだこんな暗いね末吉公園に来ているかというと、実は末吉公園サガリバナがね結構咲いていて、まあ、サガリバナといえばね夜に咲くお花としてね、知っている人が多いと思うんですが、まあ、この時間に末吉公園のね夜咲く沢藤ですか、サガリバナのをね見ていきたいなということで来た感じです。ていうかまだね寝起きなんでね、ちょっと何を言ってるのか今一よく分からないようなことを言っちゃったりもしたんですが、小鳥もねもう鳴いててね、すがすがしい朝の公園って感じですね。でですね、カメラライトついちゃってるな、まあいっか、夜なんでねこの暗闇に反応してね動画ムービー撮ったら、設定をね途中でこれ変えられないんだね、消すことできないのか、まあいっか。お、ヤンコがいる、なんか面白いな。僕のね目では結構な暗闇なんですが、カメラ越しに見るとなぜかね若干明るいような気がするな。こんなもんなんだね。でですね、こちらにも一応生えているんですが、数がねそんなに多くな、あ、まだつぼみ状態ですね。でも若干ねなんかシャンプーっぽい匂いがするんで、どっかは咲いてくれてると思うんですが、ちょっと暗くて見えないね。あったあった、咲いてます ね、サガリバナです。かわいいよね。今日あんまり風が吹いてないんでゆらゆらしてないんですが、風が強い時はねゆらゆら揺れてて可愛かったりするんですよね。こちらもこのねふさふさもふもふしてる感じが可愛いですね。ただね末吉公園はね那覇市の公園といってもね森が、おお、この辺も結構つぼみがいっぱいですね。いい匂いがします。そう、那覇市のね公園ですが、ただ緑が多くてね森が深いっていう表現がいいのかな、まあ、自然が豊かなんでハブとかねいると思うんですよ。なんでね電気ライトがついててよかったかもしんないね。まあでも多分この時間からね朝のウォーキングとかねお散歩する人とかもぼちぼちね活動する時間だと思うので、もしかしたらね朝の散歩してる人とすれ違ったりするかもしれないですね。ギュルルルルって鳴いてる、何か鳥が、ね、空自体はねやっぱカメラ越してみると明るいですね。面白いな。自体は暗いんだけどね、まだ、まあ撮影が終わる頃には5時半とかなってるんで、ね、今の沖縄の日の出時刻がね何時かっていうのはちょっと詳しい時間は分かんないんですが、まあ、ぼちぼち日の出の時間も経ってるのかな。月桃と何やらこのお花は何なのかな、生姜っぽい葉っぱなんでカンナっぽい感じもするけれどカンナではないしな。でなんかねライトとかが
今はまあついてないんですが、あったりするんで、まあもしかしたらね、末吉公園もね、この、まあ、毎年そうなんですが、サガリバナ、沢藤がね、いっぱい咲くということで、夜でも見に来れる人が安全にね、ハブとかに遭遇しないような、発見できるような感じで、ライトをね、つけてくれてるのかな。もう、朝の5時には、消えた状態ですが、川の流れる音がしますね。あんまりよく見えないね、ライトがあの辺まで届かないんで。まあでもね、末吉公園やっぱ猫の声が聞こえるなと思ったら、ここにね、にゃんこがいますね。目が光ってる。バイバイ。そしてこの辺からですね、お、咲いてますね。かわいいね、やっぱり。なんかこういうカーテンみたいなのあるよね、たくさん並んでて、そこをくぐって、いい匂いするんだ、やっぱり。なんかね、鳥、クジャクではないか、何か鳥のね、頭みたいなふさふさの鳥いますよね。いっぱい咲いてますね。まあでもね、今見る限りつぼみもまだまだ多いので、もうしばらくはね、サガリバナ楽しめそうな雰囲気がありますね。まあ、この辺も全部沢富士です ね。かわいいね、揺れてて、いい匂いがするね、本当に。この匂いなんて表現したらいいのかな、なんか甘い匂いがするんですよね。甘いといってもね、フルーティーな香りというのかね、まあ、お花の独特な匂いがしますね。まあ、この時期しか咲かないね、お花だと思うので、ね、興味あってね、たまたま沖縄に来られてる方はね、ちょこっと早朝に足を伸ばして末吉公園に来てみるのもいいかもしれないですね。この辺で終わりだったかな。後半はね、ここがめっちゃ咲くんですが、まだやっぱ前半なんで、そこまでの数はないんですが、まあそれでもね、まだ初めって感じかもしれないですね。これ咲き始め、お、ミツバチが花粉を集めてるのか、ね、はい、というわけで、まあ、今回ね、朝早くにね、末吉公園に来て、今ね、このライトをね、消した状態でね、映そうかなってね、思ったら間違えてね、録画ボタンね、停止しちゃってね、途中で切れちゃいましたね。すいません。やっぱりね、夜にしか咲かないね、サガリバナ、まあ、見れるのは貴重ですよね。かわいいね、やっぱりこのモフモフしたね。お、空がだいぶ明るくなってますね、先ほどに比べて。でですね、まあここでご報告というかね、まあついでなんでね、ここで発表というか報告しようかなと思ってるんですが、まあ実は昨日ね、7月11日、僕のね、誕生日で、ね、ツイッター、インスタ、
Facebook、YouTube ね、まあ、いろんな SNS からね、誕生日おめでとうっていうね、お礼じゃないや、お祝いのね、コメントがいっぱいね、来てて、まあ、昨日はね、その返事に追われる嬉しい誕生日だったんですが、ね、メッセージくれた方、本当にありがとうございます。まあ、それと、まだね、全部が売れたというわけではないんですが、ね、僕が出品している、まあ、ヘキサっていうね、マーケットプレイスにね、NFT アート、沖縄の風景をね、コレクションにした NFT をね、出品しているんですが、誕生日プレゼントとしてね、何人かの方がね、ご購入、お迎えしてくれた方がいたのでね、まあ、この動画でもね、感謝の気持ちを込めて、ご購入された方、ありがとうございます。で、まあもちろん、これで終わりということはなく、今後もね、沖縄の魅力をね、届けるためにね、NFT アートもね、出品していくので、ね、これからでもね、買ってくれるよって人がいたら、動画の概要部分、説明欄にね、URL を載せておくのでそちらをね、ご参照ください、本当にね買ってくれた方ありがとうございます。はい、というわけで今回は、那覇市の末吉公園からお届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまたね、バイバーイ。